驚愕、ウクライナ軍のヘリが異次元の低空飛行道路を走る自動車にぶつかりそう衝撃映像が公開車のミラーに映ったのは超低空を飛ぶヘリウクライナ国防省は2024年7月同国軍のヘリコプターが道路の真上を超低空で飛行する映像を公開しました映像ではヘリコプターが道路を走る車に 接触しそうなほど低い高度で飛行しています戦場となっているウクライナでは前線に近い危険な空域で敵のレーダーによる探知を回避するため歩幅飛行と呼ばれる超低空飛行を行うケースがよく見られますただ今回は戦闘任務による歩幅飛行ではなく熟練パイロットによるデモフライトのようですそれにしても飛行している高度が低く パ米ロなど身柄交換、米大統領選でハリス氏に追い風、多国間連携で成果、トランプ氏は焦り、バイデン米宣権が1日、ロシアとの身柄交換で、米国人記者らの帰国を実現させたことは、11月の米大統領選を前に、大きな外交的成果となった。 他国間連携を重視する姿勢が走行し民主党の候補者指名を受けるハリス副大統領59歳への援護射撃にもなる当選すれば米国人拘束者の解放を実現するなどと対露交渉に自信を見せていた共和党のトランプ前大統領78歳には誤算となった移った地震やバイデン大統領81歳とハリス氏は 帰国した米紙ウォール・ストリート・ジャーナルのゲリシコビッチ記者らをワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地で出迎えたこれに先立ちバイデン氏は拘束者の家族とともに記者会見し彼らの残酷な体験は終わったもう自由だと祝福7カ国が関与した今回の身柄交換は外交の名義によるものだと誇ったサリバン大統領補佐官 国家安全保障問題担当は会見で家族の心労を持って言葉に詰まる場面も米メディアはこうした動きを克明に追いかけた取材活動中にロシア当局に拘束されたゲリシゴビッチ氏らの解放問題はバイデン政権にとり自国民保護だけでなく米国が重んじる報道の自由などの価値観からも重大な懸案だった ウクライナ軍事支援と並行しての対ロ交渉は難航し米国内の不満は高まったその中で多国間の身柄交換を実現させたことはしばしば弱腰と批判されるバイデン政権の再評価につながる可能性がある外交誌「フォーリン・ポリシー」によるとハリス氏も今年2月のショルツドイツ首相との会談で互いの側近1人を除く スタッフを退席させ機微に触れる身柄交換の協議に当たったという外交経験の不足が指摘されるハリス氏には重要な成功体験といえる一方バイデン政権が対ロ交渉で成果を上げたことはトランプ氏に至手となる今回の帰国者のうち元海兵隊のウィラン氏はトランプ政権期の18年にロシア国内で逮捕され 拘束期間は約6年にわたったっトランプ氏は自身では実現できなかった業績を批判してきたバイデン政権に実現された格好だトランプ氏は1日身柄交換を受けて交流サイトに投稿した最初のコメントでバイデン政権の交渉チームは恥さらしだと罵倒解放された人々やその家族への祝意や共感を示す文言はなく 周葬を色濃くにじませた記事にあるとおり7か国が関与した今回の身柄交換は外交の名義と言うべきものでバイデン政権の大きな功績と認識されるでしょうバイデンも副大統領としてハリスが重要な役割を果たしたということでハリスの支援をしていますただトランプもさまざまな事態を想定して予防策を張っています 共和党の指名受託演説などさまざまな演説で自分が大統領になる前に何々をしておかないと何々は大変なことになるぞというような発言を行うようになっていますがこれはバイデン政権が出した成果も自分の脅しが効いたからだすなわちトランプのおかげでこの成果が出されたのだと主張するための伏線です。 分断が深刻化している現在の米国では、このような成果が現職大統領のいる政党に圧倒的な優位をもたらすわけではなさそうです。産経でもこの程度の記事、低レベルの記事を書くかねむしろハリス副大統領に不利に働くのではなかろうか今回の件が原因で何らかのテロ行為や紛争が起きたらどうなるのか。 アメリカ大統領選挙の争点にウクライナ問題とかロシア問題とか中国問題とか外交問題は争点にならない順位は低いあくまでも国内問題で妊娠中絶問題移民問題が中心で国内の経済がどうかの方は優先順位が高い報道されているように株価が大幅に下がったことは民主党にとって大きな痛手で 取り返しがつかない事態に陥ったといっても過言ではない外国を見る余裕など全くないそれほどアメリカはひっ迫しているロシア軍ウクライナ部隊に騙され待ち伏せ攻撃の餌食に一部始終の映像が話題ウクライナ北東部ハルキウ州で行われた戦闘の様子を捉えた動画ロシア側の情報をつかんだウクライナ部隊は 奇襲攻撃を仕掛けることに成功した。ウクライナ軍がロシア軍の無線機を取得しそこから得た情報によってロシア兵を待ち伏せする様子を撮影した映像を公開したさらにウクライナの兵士はやってきたロシアの部隊を騙まし奇襲攻撃を仕掛けることで撃破することに成功しておりこの様子も動画に収められている映像はロシアのウラジーミル・プーチン大統領が ウクライナへの本格的な侵攻を開始した2022年に結成されたウクライナ陸軍の第三独立教習旅団が公開したものこの映像を戦争に関する資料を翻訳するウォート・ランスレイテッドの運営者が X で共有したウクライナ兵がロシアの無線機を取得しロシア兵2人を騙して自分たちに向けて発砲させないようにした瞬間だ 敵に近づくとウクライナ兵は発砲したドローンによる空爆も行いロシア軍は撤退を余儀なくされたと投稿には記されている映像はウクライナ北東部ハルキウ州近郊で撮影されたというロシア軍は5月前半に同州に攻勢をかけ多くの村落を占領市民数千人が避難を強いられたしかし6月8日 ウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領はロシアの攻勢は失敗したと述べた非常に重要な結果はロシア軍が失敗したことだ方向性は強化され一層強化されるだろうゼレンスキーはウクライナ軍のオレクサンドルシルスキー総司令官との会談後にこう語ったハルキウ占領を諦めたロシア軍の目下の制圧目標はゼレンスキーは8月1日 記者団に対し、ロシアはもはやハルキウ州の占領を試みないとの見方を示しプーチンの新たな目標は東部ドネツク州のポクロフスクを占領することだと述べたドネツク州とルハンスク州で構成されるドンバス地方はロシアが2014年にウクライナ東部に侵攻して以来完全占領を目指しているゼレンスキーは 東部戦線全体が困難な状況にあるロシアがハルキウ州の制圧に失敗しもはやその制圧は実現不可能であると我々は認識しており主な目標はシフトしたと述べたスロビアンスクを排除することはできないがロシアの主要な焦点はもはや東部全体ではない今日彼らはポクロフスクを最重要視している ポクロフスクの前線とポクロフスク氏が彼らの主な標的だゼレンスキーはさらにロシア軍の兵士武器すべてのリソースは現在ポクロフスク戦線に集中していると指摘したゼレンスキーは以前ハルキウ州の戦闘におけるロシアの損害はウクライナの8倍に上ったと述べている本氏はこの主張を独自に検証できていない 米シンクタンクの戦争研究所 ISW は7月29日ロシア軍はポクロフスク方面でウクライナ軍を包囲すべく前進していると指摘したロシア軍は現在アウディウカの北西に位置するノボセリフカペルシャ西部に陣地を構えており同軍が最近居住区全体を占拠したことを確認したと戦争研究所は述べている